なになになに、あのさ、なに、あのさ、マイクラ都市伝説のキャラたちってさ、どうやって初め誕生してるんだろうね。どう思う？始まり、マイクラ都市伝説の始まりか。例えばアイアンゴーレムとかはあれじゃない、あのブラッドゴーレムか、村で人間守ってたのに裏切られて、その憎悪からなんか復讐するようになったとか、わかんないけど。ジャイアントアレックスとかは普通にサバイバルしてただけなのに、スティーブとか周りの仲間から裏切られて悲しみでかくなってプレイヤーを押すようになったとか。いや、わかんないけど、まあそんな感じなんじゃない。え、ってことはさ、その理論で言えばさ、俺もお兄ちゃんとかに裏切られて死んだりしたら、ジャイアントケラ太郎として都市伝説になるかもしれないってこと？まず都市伝説って基本嘘だからね、キャダロ。俺に裏切られて都市伝説になるんだったら、もうキャダロとっくに都市伝説なってるよ。何回ドッキリされてると思ってるん。まあ確かにそうか。でもいつそれが発動してさ、俺が都市伝説になるかわかんないしさ、うん、俺が巨大化して都市伝説になってって思うともう怖いからさ、お兄ちゃん、もう今後ドッキリやめようよ。ドッキリやめる？え？俺、都市伝説になってさ、有名な実況者とかから狙われたりすんの嫌だ、怖いから。ならないならない、都市伝説ならないから。考えたら怖くなってきた。やばい、ちょ、お兄ちゃんが逃げた方がいいかも。何言ってるのあいつ。都市伝説なりたくないもん俺。なんだなんだ、どういうこと。本当に信じてんの都市伝説。これあれだな、ケナタロを巨大化させたら都市伝説になったって信じるのかな。よし、皆さんドッキリ考えました。どうも、都市伝説興味ある人は全員高評価、ケラスイでーす。はい、ということで今見てもらった通りなんですけど、ケナ太郎がね、都市伝説を信じて、巨大化したら、都市伝説、ジャイアントケナ太郎になるとかね、言って、なんか、ピーピー言ってます。はい。ということで今回はね、そんなね、都市伝説を信じてるケナ太郎を利用して、とあるドッキリ仕掛けていきたいと思います。というわけで、本日の企画は、死ぬたびに都市伝説、ジャイアントケナ太郎になっていくドッキリー。よいしょー。はい、ってことで、今からね、ケナ太郎をサバイバルに誘って、いろんな方法で死んでもらいます。死ぬたびに自分の姿がね、だんだん大きくなっていったら、ケナ太郎はね、どんなリアクションするのか、自分が都市伝説になったのかと信じるのか、検証していきたいと思います。登録者20万人目指して頑張ってます。みんなチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ってことで早速、ケナ太郎だけ死ぬたびに大きくなるドッキリ、レッツゴー。よし、とりあえずまずはケナ太郎をサバイバルに誘いましょう。サバイバルに誘って、いろいろ、ケナ太郎を倒して死ぬたびに大きくして、ケナ太郎都市伝説完成です。いたいた、何してんだろう。ちょ、何してるん。いやー、びっくりした、お兄ちゃん、どうしたの。いやいや、どうしたのって、なんかサバイバル行かない。あー、いやでも今俺この肌色の部分に触れないようにジャンプする練習してるから無理。何それ、これ一緒にやる。いや、面白くないな。いや、いいじゃん、ちょっとサバイバル行こうよ。うん、ちょっと話したいこともあるから。いやー、なんかでもな、なんかお兄ちゃんがサバイバル行こうっていう時、大体嫌な予感するんだよな。サバイバルしようなんて言わないし、なかなか。いやいや、ちょっとね、さっきの話なんだけど、ケナ太郎。何、さっきの話って。まあちょっとあっち行きながら聞いて。何何何、怖いって。なんかケナ太郎が自分が都市伝説になっちゃうとか言ってさ、言ってたじゃん。うん、言ってたよ。で、ちょっと気になってからさ、プレイヤーが都市伝説になることあんのかなって思って、で、いろいろ YouTube とか調べたら、普通のプレイヤーが都市伝説になることあるらしいよ。今まではスティーブとかアレックスとか公式のキャラクターだったじゃん。だけど、あるらしいよ、プレイヤーで都市伝説になった人。え、例えば誰。ミスタービーストとか。知らないでしょ、ミスタービーストっていう。なんかちょっと名前やばくない。めっちゃ名前やばいやつ。いや、ミスタービーストはめちゃくちゃ有名な YouTuber じゃん。俺が好きな。やばい、知ってるよ。恨まれて都市伝説になるの。恨みを持って都市伝説になるんじゃなくて。え、どういうこと、恨みを買っちゃう。恨みを買っちゃって都市伝説になるんだよ。うん。え、でもとにかく実際にあるんだね。じゃあさ、俺とかも、もしかしたらさ、都市伝説になっちゃう可能性があるかもしれないってことじゃん。まあ、ケナ太郎も視聴者からあれかもね、恨みを買っちゃったら。逆だよね、絶対。視聴者の。俺が誰かを恨んで、それが恨みになった都市伝説になるでしょ。視聴者の恨みを買ったら都市伝説になっちゃうかも。なんで逆なの、さっきからお兄ちゃん。え、逆だよね絶対。まあでも気をつけよう、ケナ太郎、そういうことがあるらしいから、もしかしたら俺らもあるよ。お兄ちゃんを恨むようなことさ、しないでよ。なんか俺を殺すとかそういうのしたら、俺恨みでお兄ちゃんを殺す専用の都市伝説になっちゃうかもしれないってことだから。どんな名前の。え、ギガントボスケナ太郎になるかもしれないからさ、本当に気をつけてよ。てか待って、よく考えたらさ、ん、
俺さ、カズキをさ、うん、1週間ぐらい見てないの。見てない？え？もしかして、あいつも都市伝説になったのか？いや、わかんないけど。はい、ということで皆さんね、ここら辺でちょっと今サバイバルで木の剣作ったんで、これでちょっとケナタロウを倒そうと思います。殺してケナタロウの体を大きくしていこうと思います。さあ、どんな反応するんだろう。とりあえず都市伝説の話はしたから信じてくれるかな。見て、ケナタロウ木の剣作ったよ。ん？ふい、おー、いいじゃん。俺元からダイヤの剣持ってたからさ。あー、ごめんごめん。え、ダイヤの剣？え、ちょちょちょ、ごめんごめん。やめていいの、ダイヤの、ダイヤの剣いいな。なんか俺の近くで振れない、危ないから。素振りしてるんだって。俺の近くで振らない。ちょちょちょ、俺の近くやめろって。え、なに、やんの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 、やばいやばいやばい、強い、ダイヤの剣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 強い。近づいてくるな、怖いから。はいはいはい、よいしょ。はい、切って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 、ちょっと、あ、やんのかマジで。おい、よしよしよし、倒せた倒せた。なんだよ、やめろやめろよ。じゃあ、なんで俺のことそんな攻撃してくるの、やめてよ。はい、皆さん負けました。負けたけど僕は諦めてません。ケナタロウ都市伝説にするために今回は倒すんだ。いてててて、なんで、なんでさっきから攻撃すんの。おい、いやいや、本当に怒るよ。いや、怒るよ。ちょっと都市伝説になるのかなって。これで近づいてくんな。うまいな、近づいてくんな。全然当たんないんだけど。よっよっ、おい、なんだよさっきから。ちょ、全然当たんないこいつ。マイクがどんだけうまいんだよ。ほっ、よいしょ、よし、よし、よし。なんでだよ、なんでそんなことするんだよ。はい、ということで皆さん、ケナタロウのサイズを変えて都市伝説ケナタロウにしたいと思います。これでいいかな。よし、これで変わったはず。ちょっとちょっと、なんで俺のこと攻撃すんのねえ。怒るよマジで、怒るよ。というかもう怒ってるけど。ちょっとケナタロウ気づいてないな。もう一回ちょっと1にして2にしよう。よいしょ。怒るよマジで。いや、怒るよって、ね、ケナタロウ。どこ、え、なんか今ブイーンってなった。なんか体が、え、なんかお兄ちゃんちっちゃ、え、なんか、え、なんか、なんか、ケアと体がおかしい。なんか、あー、体が全然かくなったりしちゃう。どうした、どうした、どうした、ケアだろ。なにこれ、うわー、うわー、ちょーちょー、え、なんか体でっかくなった。なんでこんなでかいの。え、ちょ、待って、一回状況整理し、うん、俺お兄ちゃんになんか理不尽に今倒されて、それでお兄ちゃんのことをムカつくって思ってたら体でっかくなって、え、嘘でしょ、嘘って言ってよ。なになになに、ジャイアントケナタロウじゃない。ジャイアントケナタロウ、うん。でも今まだ全然お兄ちゃんをやり返したいとかそういうような気持ちはないけど、これじゃ、これジャイアントケナタロウじゃない。都市伝説になりかけてるってこと。ちょっと近づけなよ。近づけ、これ以上、これ以上、俺を都市伝説にしないで、来ないで。ちょっと待って、やばい、本当に都市伝説になっちゃうって。あー、やっぱりわさ、本当だったんだ。言っちゃった。はい、ということで皆さん、ケナタロウのサイズをね、大きくしたら、ケナタロウ自分が都市伝説になったと勘違いしてくれました。いや、いい感じじゃないこのドッキリ。ということで引き続きもっとね、ちょっとケナタロウの姿、見た目変えていこうと思います。よーし、ちょっとケナタロウの妖精も見に行くか。よいしょ。ケナタロウ、ん？なんか見える。なんか今石見えたぞ。ケナタロウ、え？治れ。そうそうそう、なんか、ん？治れって言ってる。なんか意味わかんない儀式してる。ちょ。治れって言っても治らないけどね。俺がコマンドでしてるから治らないんだよな。ちょ、ケナタロウ。大丈夫？来るな。来るなって。なんでだよ。なんだよ。何の用だよって。いや、ケナタロウ無事かなって思って。無事やるわけないだろ。あれからずっといろんな儀式試してんのに、俺一向にでかさ治んないんだぞ。都市伝説来るなって。お兄ちゃんが全部トリガーなんだよ、俺の都市伝説の。なんで？俺が近づいたケナタロウがあれなの？都市伝説になっちゃうの？お兄ちゃんへの憎悪で俺は都市伝説になって言ってるんじゃんか。ちょっと待ってよ。本当に都市伝説になってないでしょ。殺すよ。ちょ、ごめんなさい。でかいんだよ。本当にやめて。ええ。本当に。おじゃあ、ちょっと待ってよ。やばい。
当に本当にまずいから本当に言ってんの、本気で本気で言ってるから、ね、分かった分かった分かった、もういいや。なんか俺お兄ちゃんに協力してもらおうとかそういうの考えて自分がバカだった。なんで、もうお兄ちゃんのことは信じない。ん、じゃあね。あ、なんか乗った、逃げる逃げる、なんで、あー、プロペラが頭に突き刺され、うわー、ちょっと大丈夫、プロペラめっちゃ頭に、お兄ちゃんのせいだからな。あー、ちょっとどっか行って、あー、逃げる、ちょ、逃げられる逃げられる、皆さんちょっと逃げられるんでクリエイティブで救急アイテム取ります。都市伝説になる前にどこ行った、お兄ちゃんから逃げないと、やばい、あいつどっか逃げた、あ、いて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 いた、撃ち殺せ、アクソ外した、くそ、やばい、めっちゃ外す、やばい、全然当たんない、うわー、危ない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 、おい、なんか撃ってきてるだろ、おい、撃つなよ、気づいた、本当に俺のこと殺す気じゃん、逃げんな逃げんな逃げんな、全然当たんないんだけど、お兄ちゃん、俺のことそうやって都市伝説にさせようとしてるくせに全然弾も当たらないんだね、だっさー、おい、全然当たんないんだけど、悔しかったら撃ってみなよ、あ、あ、ちょっと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 、よし、皆さん倒しました。ここでもう一段階大きくしようと思います。ケナ太郎4倍の大きさにします。せーの、よいしょ、よし、これでケナ太郎待ちましょう。ん、おい、どう、ケナ太郎、ん、あ、でかくなってるでかくなってる、ケナ太郎でかくなってんじゃん、年で、ん、あれ、なんか、顔がなんか変、顔が、見た目がなんか変、ちょちょちょ、なんか襲ってきた、ちょちょ、ケナ太郎大丈夫、声聞こえる、痛い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 、なんかわかんないけど、やばい、痛い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 、どういうことどういうことどういうこと、痛い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 、なんか、じゃあ俺の部屋が、皆さん見てください、なんかケナ太郎がスキン変わってる、なんか血出てる、こっち襲ってきてる、やばい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 、どうしようどうしようどうしよう、もしかして都市伝説になった、都市伝説になっちゃったのかな、とりあえずよくわかんないけど、おお、やばいやばいやばい、一遍ちょっとコマンドで、やばいやばいやばい、コマンドで大きさ戻します、コマンドでケナ太郎を1に、サイズ1に、よし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 、戻った、なんか大きくなった、ちょちょちょ、痛い痛い痛い、1戻る1に、ちょちょちょ、やばい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 、いっぺんひな、いっぺんひな、いっぺんひな、やばいやばい、戻れ戻れ戻れ、1にして、あ、戻った、ちょちょちょ、なんで、いや、俺の家が、ちょ、よくわかんないよくわかんない、皆さん、ケナ太郎が本当に都市伝説になったかもしれません、ん、やばい、あー、やばいやばい、リスポーンした、リスポーン、ちょ、おい、キアタロ、お前聞こえてんのか、1にしてやろう、ほら、なんか、でかくなった、よりでかくなったくない、戻れ、おお、ちょ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 、やばいやばいやばい、これ逃げるしかない、一旦焦げ、やばい、こっち見てる、逃げろ、皆さん、キアタロが都市伝説になったかもしれません、撃ってきてる撃ってきてる、一旦逃げます、やばい、オーブでーどうしちまったんだ、チャンネル登録、高評価、コメント、皆さんお願いします、あと教えてください、こいつが何なのか、あー、あ、